今回はビブリア湖初動の事件手帳6しおりこさんとめぐる定めへという本を紹介します本当につかみが上手な作家さんだと思う今回はミステリーというよりもルーツをめぐるアクション小説のような感じもする今回で大介くんのルーツは一通りの完結を見 しおりこさんというかちえこさんのルーツにシフトしていき大団円を迎えるのではと想像しますバッドエンドはないかと思うのですがどうでしょうかねそういうことも想像できて面白いですが大輔くんが言う極めつけのセリフが今から手に取るようにわかるような気もしますがそれも楽しみですしおりこさん積極的ですが このことから見ても悪い結末はないと安心してるんですが、巻末であと1巻から2巻でおしまいと三上さんは書かれていますのでなんか惜しいような気もします。今から読んでも遅くはないですよ。特に1巻のキャラクターが出てくるので1巻6巻でもいいかなと面白いと思ったら他の薪を保管していっても良いでしょう。一気に読んでしまいました。 ままた1年後ですす。かね。楽しみに待ってます以上興味のある方は実際の商品を Amazon などでご確認ください。今回は最後までお付き合いありがとうございました。よかったらチャンネル登録をお願いいたします。